わらける抜刀斎です。研ぎ C です。決まったね。決まった。慣れましたよ。慣れた。さすがに。さすがに慣れましたよ、ね、素晴らしいですね。今日はですね、はい、実はちょっと見てもらいたい刀があって。俺に鑑定してほしいんですよ。俺が鑑定するの？俺が鑑定したら見てにやけて、いやいいっすねつって終わりだよ。うわこれいいって言ってもうにやけて終わり。いや何その鑑定してほしい刀って、ね、ちょっと見てほしい刀がね。へー、現代刀？現代刀じゃないんですよ。じゃないんだ。へー、古い刀。古い刀で、ね、ちょっと見てもらいたいのがある。楽しみですね。いいですか？なんかもうなんかその顔がさ、刀ないのになんかもう刀を見たかのような顔してる。持ってるような感覚で。変態だね。変態です。あ、本当は、普段は人には見せないんですけど。ああ、そうなんですか。ちょっとあのまあ今回いいかなと。あ、ありがとうございます。いいかなというか、あの見せたいなと、ぜひ。あ、見たいです。同じやっぱり刀好きとしては。あ、そうですね。はい、見たいです。ぜひ。そんなになんか研ぎ師さんが刀ない状態でにやけるほどの刀なんでしょ？いいですよ。それは見たいね。それは見たいね。じゃあ、持ってきますね。あ、じゃあ。あの、そっちに。あ、わかりました。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。隣に用意してたんです、実は隣に。なんかすっごい物々しい。あの、木箱に入ってる。そうなんです。この状態で出てきたやつなんですけどね。出てきた？はい。何これ、どっかから盗んできたんですか？そうなんですよ。あの、ちょっと、夜、夜襲。すっごい重っ。何これ。これ箱自体も古いんですけどね。これ 中をちょっと開けてみてください。え、いいんですか。いいです、いいです。開けてみてください。あ、霧の箱がまた入ってる。そうなんです。箱の中に ちょっといいですか。これあ、いいです、いいです。え、ちょっと待って、映るかな。お刀、肥前池田家、肥前の国、河内の神、藤原正弘。はい。え、この中に正弘の刀が入ってるんですか？入ってます。まあ、刀っていうか、まあ、こしらえに入って入ってるんですけど。こしらえも入ってんの？そうなんです。これ肥前池田家っていうのは、肥前池田家ってまだ調べが足りてはいないんですけど、はいはいはい、おそらく池田家自体が日本海側の因州かなんか向こうの方なんですよね。田舎なんですよ。おそらく鍋島藩の家臣の誰かが婿養子に行く時に持たせたんじゃないかなっていう。はい、個人情報なんであれなんですけど、都内に住んでる池田さんっていう人から、はいはい、私の師匠が直接買ったもので。ああ、じゃあその方の池田家が伝来伝わって、そうです、もう何百年も。だから一回もこれ市場に出たことなくて、刀屋とかで売られたことがない刀なんですよ。すごい。じゃあその東京の池田さんが代々こう、はい、そうです、代々持ってた刀。何百年も、300数十年持ってた刀ですね。それなんで師匠が持ってたんですか？あの、売りに来たんですよ。あの、うちに刀がいっぱいあるんだ、はいはい、旦那さんが亡くなられたみたいで、で、うちにいっぱい刀あるんでって言って、その中の一振りですね。何振りかあったうちの一振りです。じゃあ、いいですか、中拝見して。あ、どうぞどうぞ、開けてください。下に置いて。あ、すごっ。なんか、こしらえが、こしらえが、ちょっとこれ、いきますね。はい。すごい、こしらえ。そうなんです、これは。使い手もすごいし。まあ、結構豪華な。青貝ですね。青貝です。もう昔の青貝ですね。本当に青の部分だけを取ってる。すごい、これ青の部分だけ高いっすよね。高いですね。青貝ね。はい。使い手がすごい洒落てますよね。使い手は実は、これ現代物なんです。あ、ボロボロだったので。そうなんだ。ただこの使い手も、まあ日本にどれぐらいあるかは知らないですけど、これ特別特注でしょ、これなんです。これに似た2色のやつはあるんですよ。これ3色で巻いてるんで。あ、3色なのこれ。そうなんです。紺と青と金ですね。今、あ、本当だ。
今これ作れないらしいんで、この使いとは金具もすごいのついてるね。そうなんです、鳳凰一作で唾がすごい。これ象眼？いや、これ実はあの箱の裏に実は書いてあるんです。箱の裏に書いてあるの、ちょっと箱の裏を見せていただけますか。じゃあ、はい、もうあれで終わりかと思った。いや、箱の裏に実は、あ、本当だ、これ箱の裏に書いてある、いろいろあのどういう金具がセットになってるかっていうのが書いてありますね。青貝美人、美人研ぎ出し変わり塗り、はい、鉄字鳳凰高彫り金色絵。え、色絵なのこれ。色絵です、金具は色絵ですね。鳳凰鉄字金立水線、埋めるっていう字なんですよ、それ。あー、なんか一本多いよね。そうなんです、間違えた、まあ、昔の人はよくあることですね。あ、金梅水仙の図ということは、ということはですよ、うん、まあ覆輪が金なのはもちろんなんですけど、これ埋めてるっていうことは、これ鉄を切り抜いて金をその形に、マジで切って金をこうはめ込んでるんですよ。すごっ。だからこの厚み分が金なわけですね。象眼じゃないんだ。象眼じゃないです、これ。はめてるの。はめてるんですよ、はめ込んでるんですよ。もう一体みたいになってますよ。そうなんですよ、昔の人の仕事ってすごいなと思うんですよね。え、嘘。そうなんです、これ全然わかんない、埋まってるように見えないよ。わかんないですけどね、まあ、叩けばこれがぴょこっとこう出てくるわけですよね。このツアーだけで裏表同じだね。そうなんです、まあ、同じじゃないとあれですね。裏表本当に同じ図だわ。なんか変な人だよ。こっち見たらこっち。ちょっと。マジだ。珍しい。このつばだけでもすっごい価値ありますよ、これ。ですね。まあ、おそらくでも幕末ぐらいなんですよ。いや、昔の人の技術ってすごいね。すごいです、本当に。だってこれ手作業でしょ？全部手作業です、ね。機械なんてない頃だからね。そうですね。またこの金具もすっごい厚みがあるね。うん、金具もこれ幕末のだと思います、あの鉄の感じからすると、うん、すごい。ただやっぱりこれだけ普通金色絵なんで、うん、握ったりすると色が剥げてくるんですよね、うん、でもこれだけ銀も金も残ってるってことは大切に使われずに大切に来たんだなっていうのが伝来の良さが、すごいね、わかりますね。目抜きも鳳凰だしね。そうです、全部鳳凰ですね。こしらえだけでもご飯3杯以上いけるね。いけますね。こしらえだけでいけますね。こしらえだけで丼飯5杯ぐらい食っちゃうよ、これ。いけますね。いやー。で、そのやっぱり本漆でしか出せないこの色の透き通った、うん、やっぱり100年以上経ってないとこの透き通った感じって出ないんで。そうね。この辺に青貝見えたりするもんね。はい。透き通って。そうなんです。飴色っていう感じ。これはいい。素晴らしい。またこのさ、サメ皮もいいね。サメいいですね。もうこれだけでかいおやつ粒が2つついててさ、これだけでかいおやつね、やっぱりお金かけてるんだなと思いますね。ああ、これ、そしてあれだ、短冊じゃなくてちゃんと1枚巻いてあるね。そうなんです、巻いて。刀、ああ、どうぞ見てもいいですか。見てください、どうぞ。じゃあ失礼します。すっごい反りありますね、これ。反り2センチだったら、確か2センチ、なんかタッチみたいじゃないですか。タッチではないんですけどね、刀なんですよ。姿がタッチっぽい姿してますよね。あの優雅な姿ですね。身幅はないですけどね。いやー、綺麗、ね、マサヒロ本物っすもんね。あ、もちろん本物です。あとで目見てもらうと分かるんですけど、はいはい、これは漢文以降の遠方頃、遠方以降のですね、遠方以降の作品です。これ2代なんですよ。河内の神正宏は2代の正宏なんですけども、はいはい、元禄12年に亡くなってるんですね。あ、なので亡くなる直前かぐらいですよ。遠方以降元禄ぐらいまでの短い間の
マサヒロのちょっと解説を多分見てる方は分からないと思うんで、ちょっとマサヒロについて少しだけちょっと分かる範囲でちょっと教えていただける。あの、マサヒロは肥前の鍋島藩お抱えの刀工ですね。肥前刀っていうと忠義が成形というか、はい、忠義が一本柱あって、で脇肥前っていう形で正弘とか幸弘とかいろいろいるんですよ。まあ肥前刀工っていっぱいいて、いっぱい枝分かれしてるんでいっぱいいるんですけど、はいはい、その中でもかなり鍋島藩に擁護されてた、むしろ忠義よりも大切に扱われてた刀工集団になりますね。あ、集団なの、その正弘って。正弘も一家でやったんで刀工集団ですね。ああ、一家、家族で、はい、家族で、まあ家族ですね、家族で、はい、初代忠義に子供ができなかったんです、なかなか、うん、なので養子に信義っていう養子に迎えたんですけど、うん、その後に自分の子供ができたんですよ。おー、なのであの忠義はそっちに継がせたんですね、自分の自身に継がせたんですよ、はい、で、じゃあその養子はどうするのかって言ったら、うん、養子は養子で今度正弘っていう一派を築いた。ああ、じゃあその養子、そうです、の方の刀。そうなんです、だから脇肥前って言われるんですけど。はー、すごいね、刃文がすごいですね。この切っ先の付近に、はい、もうしのぎ筋も超えて、超えちゃってますね、刃文が入ってますよね。はい、正弘の典型作ですけど、はい、まあ最上作と言ってもいい、典型であり最上である。すごい、はい、飛び焼きみたいなのも結構入ってて。そうです、これも特徴の一つで、玉焼き、飛び焼きがところどころに入るっていうのが特徴ですね。のたれぐのめな感じだけど、なんか尖り刃みたいなのも入ってるし。そうです、尖り刃も入ってて、もう見どころは、見どころ満載っすね。ありますね。そしてバランスがいい。バランスすごくいいです。切りたい。切りますか。それやめちゃくちゃいい刀じゃないですか、これ。これはいいですよ、本当に。飽きないです。飽きない。でこれ書物っていうかどこにも書いてないことなんですけど、うん、この二代正弘に限っては片側に波中に働きがいっぱいありますよね、はい、金銭が入ってたりっていう働きが、まあ陽が入ったり足が入ったりっていう、ああ、はいはい、ネズミ足があったりっていろんなこう働きがあるんですけど、うんうん、片側、もう片側はそんなに働きがないんですよ。そんなに、まあ物打ちあたりにちょっと金銭が入ってるくらい、うん、金銭入ってますね。でそんなに働きがない。ああ、それ以外はそこまでじゃないですね、反対に比べたらね。そうなんです。その代わりしのぎに沿って地に絵がつくんですよ、うん。でも片側は、働きがある方の側は地に絵がそんなにつかないっていう、この特徴ですね。そういうのそんなことよくできますね。もうだからすごい技量ですよね。俺刀鍛冶じゃないから、それがどれほど難しいことなのかはね、ちょっとわかんないですけど。俺もわかんないですよ、わかんないですけど、でもすごいと思います。意外とね、刀鍛冶さんに、いや、そんなの簡単にできるよみたいな感じで言われちゃうかもしれないけど。あ、でも見どころ満載で面白い、これは。中子も見てみましょうか。ああ、ありがとうございます。いえいえ、どうぞ。ありがとうございます。あれ、これ刀ですよね。刀ですよ。あれ、差し裏に、そうなんです、銘が切ってありますけど。そうなんです、これって置き手なんです。これ立ち銘に切るんです。刀も絶対に刀を立ち銘に切らなくちゃいけないっていう置き手があるんですよ、この肥前刀。肥前刀には。あ、そうなんですか。そうなんです、それも絶対。あ、じゃあ肥前、まあ、で差し裏に銘があっても、どうやって判別するんですか、刀か太刀かって。いや、もう刀しか打ってないんで。あ、刀なんです、絶対に。太刀銘みたいに差し裏に、太刀だったら刷き表か、はい、に切っても、はい、刀なんだ。刀ですね。これは肥前刀だけの特徴？肥前刀以外にもあるんですけど、でも肥前刀はもう絶対の掟ですね。ただ面白い、一部例外があって、はい、過去に私も一振りしか見たことないですけど、あ、刀銘に切った注文打ちの刀がありましたね。へー、なんでさっき万年作って言ったかというと、はいはい、こじんまりしてますね、銘が。で、藤原の腹の字が最後ちょんちょんってこう払うじゃないですか、はい、
これもっと初期の桜と下から上に花なんですよ。ああ。この名に変えたのは遠方以降なんですね、なので晩年桜ってさっき言ったんです。なるほど、はい、間違いなくそうですね。なんか中子だけでも結構すごいですね。そうですね、まあ、中子千両って言われるぐらいで、中子だけで千両の価値があるって言われるぐらいのこの刀、はい、これだけ綺麗な銘ってなかなかないんですよ、他の刀工には。だから銘見ただけで分かりますよね。そうなんだ、はい、この胸のところを小肉をつけたりとかで、わずかに肉がつくっていう特徴もありますね。これ脇差しだとこれはダメなんです。あ、そうなんですか。脇差しは角に立てるんですよ。っていう特徴。いや、反り具合もすっごいな、こうやって見るとね。刀の格好としては、綺麗ですよね。綺麗。太刀と見間違えるぐらいの姿してる。ありがとうございます。いえいえいえ。ありがとうございました。いえいえいえ。すごかったっす。やっぱり、すごいものって圧倒されますよね。こしらえで圧倒されました。なかなかないと思いますね、はい、皆さんには特別に、はい、まずこしらえを見ていただいて、はい、その後ちょっと刀身をね、そうですね、見ていただければと思いますんで、はい、まずこしらえからすごいんで、で刀掛けもなんか一緒にあったって言ってたんです。そうなんです、刀掛けも池田家の家紋が入ってる刀掛けもセットというか意識なんですよ。こしらえをじゃあその刀掛けにちょっとかけて、そうですね、映して見てもらって、はい、刀身は寝かせて映しますんで、はい、じゃあ皆さんもこの素晴らしい池田家伝来の正弘の刀、はい、どうぞご覧ください、はい、
高評価、チャンネル登録よろしくお願いでござる。 Twitter、Instagram、その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。